東京アンティオケ教会のパウロ・アキモト牧師賛美チームによる改修賛美の後にメッセージをパウロ・アキモト牧師に取り継いでいただきます。はい、お立ちできる方はお立ちください。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし次に目を止められるなら、主よ誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに、まさにまことに夜回りが夜明けを待つのに、まさって主を待ちます。イスラエルよ主を待て。主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。
Thank you.
あなた方は過去のことを思うことなく、私の言葉に信頼し、私の言葉を通して私の計画を見ていきなさい。私は豊かにそれをなし、栄光を表していこうとしてはおされます。この道元安住教会においては、7つのセンター的な役割をする一つの教会としてのこの霊的な責任と実際的な責任のこの役割があると叱られます。古大陸すべてにオンライン礼拝の会員の方々が存続するようになり、また同時にその方々のうちに献身者が出てくると叱られます。さらにこの世の終わりのいろいろな兆候とともに、私の働きのあられをあなた方は見ていこうとしてされます。一人一人しっかりと私の言葉に立ち、私の導きをなしていきなさい。私はあなたを通して豊かな技を表していこうとしてされます。この海外宣教の働きにおいては、特にこの東京安定教会においては、五大陸すべてにオンライン礼拝の会員の方々が存続するようになり、その方々を通じてさらに政界をこの開いて、この開くように要請がこれから次々とやってくるようになると誓われます。海外に示されているものは良いようなしていきなさい。私が私の特に送り出すとともに、私の働きを広げていこうと誓わされます。この世の終わりにおける刈り取りは非常に大きなものとなろう。この開拓当初に主が語られた、全世界に出て行き福音を述べ伝えなさいと語られたこの神の言葉は、この21世紀 IT、AI、またさらに実質的に長期宣教師を使わし、また短期宣教のチームを使わし、それらが相まって宣教の働きは大きく進んでいくとしか言われます。教会の頭。イエス・キリストは教会の頭。教会はキリストの満ちるところです。天の様、預言の言葉をありがとうございます。またさらに、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。